イフ -115 は液体酸素とケロシンを酸化剤、リッチ2段燃焼サイクルで燃焼する中国の液体燃料、ロケットエンジンである。高効率、高水力で環境に優しいロケットエンジンは常に863、計画で施行された。しかし、中国の産業は1990年代の初頭に、ロシア製の RD-120 を輸入するまでは、 このようなロケットエンジンを製造する十分な能力を持ち合わせていなかった。2000年代により大型の IF-100 とともに、調整5号、調整6号と調整7号ブースターと一段目の動力のために開発が開始された。試験は2005年にチャイナナショナルスペースアドミニストレーションによる監督下で実施された。開発作業は主に、 西安高天推進開発院によって実施された。中国の次世代の中規模と軽量で環境に優しい打ち上げ機である調整6号と調整7号の上段に使用される予定である。2012年初頭にエンジンシステムの真空試験に成功した。中国で最初の2段燃焼サイクルを備えた上段ドケットエンジンである。 調整6号上段には1機のジンバル走火式の i f 1 1 5が搭載される予定である。調整7号の上段では4機のエンジンが搭載される予定である。しかし、この事例では2機のエンジンは固定され、2機はジンバル式になる予定である。ありがとうございます。